今回はマッシュルームのストックと生クリームを使ってスープを作ります。トッピングとして使うマッシュルームの下処理をします。マッシュルームの根元にある黒い部分は包丁で取り除きます。トッピングとしてスライスするときにはマッシュルームの輪郭が引き立つように少し厚めに切っていきます。今回はマッシュルームをソテーするときにオリーブオイルを使いました。オリーブオイルの香りがつくのを避けたいときには香りのないオイルを使えるといいと思います。このとき多少塩を振りますが、水分を出すのが目的ではなく味をつけるために塩を振ります。ソテーするときの温度についても表面に色をつけるのが目的なので中火から強火にします。程よく色がついたら一旦小皿に上げておきます。ここからマッシュルームのストックに生クリームを加えていきます。それぞれの素材が焦げたり煮詰まったりしないようにまずは火を入れる前に混ぜてしまいます。今回のスープはそれぞれの素材が十分に混ざるだけで完成するので混ぜやすい温度で混ぜてその後食べるのにちょうどいい温度にします。最後に西京味噌を少しだけ加えます。これは入れなくても十分に美味しいのですが入れるとそれも美味しいので試してみてください。最後にスープをシノワします。マッシュルームのスープをシノワするととても滑らかになるのでこれはやっておいた方がいいと思います。シノワという道具は鍋に引っ掛けるところがついているのでこすときに力が入りやすく便利です。今回はマッシュルームのストックを生クリームで伸ばして作るスープを紹介しました。ストックを作るところまでは時間がかかるので2、3回分作っておいて後からソースやスープに活用したらいいと思います。最後にソテーをして色付けたマッシュルームをのせて完成です。ご視聴ありがとうございました。